ういーっす。真夏の夜の雑談でございます。明日からね、久しぶりに地元に帰るっちゅうことで、久しぶりに友達に会って、祭りに行くからさ。だから今日いろいろやったのよ。夜、毛の処理、ひげも久しぶりに剃りました。ひげ4日ぶりくらいに剃って、眉毛整えて、顔の毛剃って、産毛とかね、もうこう全部剃って、毛剃ったとりあえず 俺ここのひげだけ剃り忘れちゃった。最悪 最悪。もう頭隠して尻隠さずや。一番大事なとこ剃ってない。デコが広いんだよ、めちゃくちゃ。ハゲじゃないって。だから違う、ハゲとデコの広いの定義違いを教えてあげようか。ハゲはこの生え際、なんか俺が切れてるみたい。違う、切れてないからね。だから定義を説明しようだけ。ハゲは俺はこのデコ広いだけだけど、ハゲはさらにこっから生え際が薄くなってん、ここが。わかる？真っ黒でしょ、俺。デコが広いだけなの。次はここが薄いんだよ、こっから。この境目から。絶対ハゲねえよ、将来。この年になってまだハゲてないから。俺、キャバクラはね、マジで興味ない。どんだけ金持ってもキャバクラには行かねえわ。いや、もう、言葉濁さずに言うけどさ、空っぽの女に金使いたくなくね？ これ、マジな話さ、何のあれもなしに言うけど、空っぽの女に金使いたくねえわ。金使うならいい女に使いて。いて楽しいとか、心の底から喜んでくれるとか、金使いたいなって思う人に使いてえわ。あ、そう、それ話そうと思ってた、今日。いや、案件じゃないんだよ。あんま詳細言えないんだけど、9月末に、直弘さんと、オフラインで、皆さんと、俺と直弘で、交流できる機会があるかもしれない。しかも結構みんなが行きやすいとこだと思う。あ、アルオじゃ来ない。俺と直弘、もう2人。詳細は出んのかな、そろそろ。で、直弘さんもちゃんと来るっていう、もう話ついてるから、確実にある。ちょっと楽しみにしといて。ぜひね、もう多分こんな機会、数年に1回だと思うから。でもオフラインで会えると思う。クバのヌアヌアさん。700円あります。あります。すいません。ありがとうございます。親父が払ってくれてるの。ヨズキソラさん。600円。あります。あります。すいません。あります。iPhone なんぼですか？ iPhone なんぼやっけ？クバのナナさん。700円。あります。払えるのに払ってない。ヨズキソラさん。600円。あります。あざす。犬か、これ。熊野奈々さん、700円あります。 バトル始まってない？違いは何なの？全然詳しくないからわかんない。ヨズキソラさん、600円あります。熊野奈々さん、700円あります。 バトルが始まってる。こんなもらってる側が言っていいのかわかんねえけど、熊野奈々が優勢なんだよ。100円ずっと優勢なんだよ。頑張れ、ヨズキ。ヨズキ頑張れ。もう100円負けてるぞ、ずっと。1、2、3、4、5、6、7、8。勝った。ヨズキ勝った。ヨズキさん、800円あります。勝った。ヨズキウィンですか？いや、まあヨズキウィンやな、これ。さすがに上来ないか。800円はウィンやな、ヨズキの。 いや、違う、いや、煽ったけどね、こうなるの。 返金してやれ。あります。すみません。ヨズキさん、10円。あります。あります。10円。あります。ありがとうね。ぶっちゃけシコロコの復活見たいでしょ、みんな。俺ずっと言ってるよ、シコロコ復活しようって。すべての決定権はでも直弘にあるんだよ。シコロコを牛耳ってのは実質直弘だから。やるかやらないか、すべて相手が決めるから。イエスかノー。武家騎士人はいい。マジでいい。ガチでいい。本当にいい。給料50万っていうのあげる。理由か世界の味を忘れられなくなる。そんなことないでしょ、そんなこと。直弘がだってやるっつったら多分やるよ。プロやってても。次でやめて。シコログで俺やるっつって。俺は信じてるけどね。そんなことないよ。そう、直弘が声を上げたら俺ら立ち上がるんだ。俺はもう立ち上がりかけてるし、俺が立ち上がらないと動かないから。なおさん、今が楽しそうだけどね。まあ、そうなんだよね。給料50万はスプアンド KN の給料よりちょい低いか。は？ 50 万も出てたの？キノトロープ。マジ？それどこ情報？嘘だろ。いや、それはないでしょ。俺は競技、もうすでに引退して1年経つから、俺はこういうのしていいと思うけど、俺の考察は多分、フナティックが一番給料高いと思う。わかんないけど。フナティック50万以上あるんじゃない？ 50 万以上あるでしょ、フナティックは。フナティック多分エグいぞ。実績もあるし、あのチームの規模だし。確実に50万はあると思う。キノトロープ50はわかんねえ。俺の予想は45。リドルに関しては言えない。それは、
それは俺が昔所属しててもらってたから俺はそれは言えない。でも今はストリーマーだから他のチームの考察はしていいとは思う。まあ、でも絶対一番高いのはフナティックやで。ケイナは日本一の給料を目指して、フナティックは80くらいで勝てなかった。韓国プレイヤーは100を超えるって言ってた。マジか。あ、でも韓国プレイヤーはね、ちなみにマジで高いよ。いや、韓国プレイヤーが高くなる原因って、その、本人たちが多分高くしろって言ってんだよな。実際あったじゃん。どこだっけ？元 T1？ すげえいいチーム、アルファ D とか入ってたけど、いろいろ転々としてたじゃん。そのくらいやっぱ向こうの人たちって、多分給料めちゃくちゃ求めるから、大変なんだと思うよ。シンプルに維持するのは。向こうの人たちはね、やっぱ多くないとダメなのかな。100はエグいけどな。ぶっちゃけ Apex の活動量で100はマジでエグいと思う。バロくらい活動してたら100あるチームはあってもおかしくないし、あるけど Apex のあの活動量で100はちょっとやりすぎてると思うわ。だって Apex ってそもそもシーズンの時間が短いし、シーズンでもだってスクリーム全部出たとしても5時間でしょ。でシーズンじゃない時期も長いしな。 Apex って日本のプロだと実際オフシーズンでエイペックスやってる人少ないし、シーズン中でもランクやってる人めっちゃ少ねえじゃん。だから結構エイペックスのプロの給料は美味しいと思う、活動量に対して。 GHS どうなんだろうね。いや GHS はちょっとわかんないな。まあ、30はね、多分どこのチームも硬いと思うんだよな。昔のクレストで手前がすごい高かったの俺ら。昔のエイペックスは、その、発展途上っていうのもあったけど、競技始まったばっかの頃なんて、超大手でも給料ないとか普通だったから。だからクレットの8万ってめちゃくちゃでかかったね。しかもその時高校生。17歳。プロチームの中のエイペックスの給料払ってくれるチームの中でも、めちゃめちゃ相場より高くて、まあほぼゼロみたいなもんだったから。で、8万もすごい高くて、まあなんか徐々に、競技も発展してって参入チームも増えて、もうそしたらもう必然的に上がっていくじゃん、どんどんお金も。今ボーダー多分30くらいだと思う。30かな、ボーダーは。おそらく。で、30から上下する感じだと思う。SBI 10万。まあ、でもチームがでかくても、ちゃんと実績、まあ、その、やっぱ先週でも変わるから。だからデスさんって言っちゃ悪いけど、それ多分デスさんだから、デスさんだから10万だけで、その選手に、選手の希少性でも変わるからさ、やっぱり。それは必然的に強い人たちは高いお金になるし、別にそうじゃない人は、それはね、安くなるし。それ多分デスさんだったから、まあ、だけで。SBI レベルだったら、多分選手次第で、多分変わる、それは、さすがに。西子さんの様子で、ゆか F 込み込みどれくらい稼いですか？ガチ考察している。給料でしょ？さっきのコメントを信じるなら、その80云々の基準でいくと、まず固定給80でしょ？で、多分 YouTube めちゃくちゃ回ってるから、YouTube どんくらい回ってんの？え？えぐいわ。えぐいわ。案件ってでもそんなやってないか。まあ、案件はま、ゼロにして、ゼロと仮定して、YouTube、Twitch、投げ銭、サブスク、広告収入。250。最低ね、ちなみに。めっちゃ低く見積もって250で。もう上で考え出すと、キリがつかなくなるから、最低ね、最低250あると思う。あ、賞金もあるね。でも賞金はボーナスと考えて。ゆきおはどうなんだろうな。ゆきおさんはでも案件も多いじゃん。案件も多いから、わかんねえな。どうなんだろう。ゆかいふと、でも確実に二大挙動ではあるの。ゆかいふ、ゆきおは多分、エイペックス界隈で。案件でレベチ長くない。それはちょっとね、それはちょっとわかんないですよ。案件に関しては。案件はだってね、Apex の給料とかは、もうプロ辞めたからもらわなくなったからそういう話はできるけど、案件はね、僕もね、未だにありがたいことにいただけますから、ちょっと案件の給料がに関してはね、ちょっと言えないですけど、まあ、ありがたいですよ。非常に。ありがたいとだけ。すごいありがたいとだけ。ゆかちゃん、だからファン層の違いだよね。ゆかちゃんのファン層と、ゆきおのファン層って、言い方があれだけど、お金を投げるファンが多いのは確実にゆかちゃんのとこだと思うから、ファン層が全然違うから、ゆきおとこは、金なしでいるって。違う。そんなこと言ってない。そんな俺を悪い人みんなに仕立てない。そういう話じゃない。貧乏人としてなって。今違う。